準備はよろしいですか。はい、 OK ということで、では、5月、ヴァンパイアセーバー大山ニュートン2オン2大会始めていきましょう。スタートおっしゃっていいですよ。どうぞ、はい、さあモニガン対ジェダ最初から最初から渋い組み合わせですよね。わかんねえなこれ。まあなんか上から寄りたい時代になんかシャドウが刺さってめんどくさいことになるんじゃねえかなと思って。さあシャドウ、皆さんこれ実際どっちが有利とかあるんですか。あんまないんじゃないですか。結局なんか人の腕でだよって決まっちゃうような、腕と相性というかなんか読み合いの質で終わっちゃうかなって気がするんですけど、あお互いなんか嫌なところはあるかなって、うん、そうですよね。まあそう言ってる間に西天さんがちょっとやばいような体力ですが、さあイエシャドウ、あー追いつけある、あーベクターもないな。さあバーキャン、さあ取り返した、画面端、どこに当たったんだ今の、かわいそう。これがジェダの、まあ、あの悲しいところですよね。さあシャードがどんどん刺さる、技を出すと暗い判定が先に出てから当たり判定が出るっていう、しかも暗い判定があの前側に、当たり判定の前側に出てるんでいろんなものに引っかかるっていう、だいぶ悲しい状況になってしまうんですけど。やっぱり今日、どこ当たった、落として投げ、下段砂を2個足重ねていきました。まず第1試合は西健さん勝利で、2023エボジャパンチーム、1本リード。楽しませてちょうだい。ワンマッチじゃねえな、あれワンマッチじゃないだフリップになってたということで、ちょっと修正していただきます。あ、ワンマッチになってなくて、あのフリープレイになってた。オッケーです。いや、こういうのも早く対応していただけるとすごいありがたいですね。さあ、対象戦か、対象戦、リネフェリシア対、ゲサヤンデミトリー。あ、これはちょっと悲しい組み合わせですが、これはデミトリー頑張ってほしいですね。デミトリー頑張るしかない、頑張って勝利を当てるしかない頑張ってデモをどっかで当てて置き攻めで倒すしかない、頑張ってください。さあリネさんストレッチから試合開始と、まあね、上から行かれるとフェリシアの飛びがもうデミトリの昇竜拳、あのデモンクレイドルすら全部潰していくっていう、まあ、もうこれはもう目に見えて苦しい組み合わせかなと思います。多分フェリシアが上からこう襲いかかってるだけで、あ、苦しそうだなっていうのが分かっていただけると思うんですけど。さあずらしから起き出め、あ、ちょっとこれはダークホース暴発してしまったかな。あ、これはあとフルチェーン入ってフルチェーン、上からしっかり通ったけど結構いいという取ってるな、うん、さあこうなっちゃうとね、フェリシアも前へあんまり行く必要ないんで、もう垂直でブンブン振っとけば、そうそう、ああこういう時だけ前行けばいいんだよ。さあ画面端だいぶ厳しいけど、あの台足がねきついっすよね。あーもうこんだけリード取ってるとフェリシア無理しないっすね多分。あとうまくなんとかこれ画面端が逃げたけど、あーこれちゃんと着地の隙を殴ってくる、こかしてクレーが持ち潰されて、最後はダンシングフィニッシュということで 2-0 で、エボジャパン2023エボジャパンチームが勝ちですね。 2-0 です。
次が丸刈りと夏祭チームですね。お願いします。いやちゃんとスカーレット隊だったね。厳しい。何のネタだっけスカーレット隊って。ねあれはあれかポケセンかなんかで、はいはい、降下して3秒ぐらいで全滅した。ああ思い出した思い出した思い出した。だからネット上でスカーレット隊とか言うと、あ2秒で全滅する人たちみたいな。思い出しました。そういう感じの。あこっちにはしないでいいわ。見て判断します。厳密にやりたかった厳密にやりたかったら、僕ピッブラインドピックに行きます。まあいいんじゃない。1P が座るのが夏祭チーム、2P 側が丸刈りチームですね。丸刈りチームは本当に丸刈りだから丸刈りなんですけれども、まあ、2人とも丸刈りだから丸刈りです、ね、あ座ったの言っちゃっていいな、はい、じゃあ 1P 側座った夏祭チームの方は再三のデミ取りで、 2P 側座った丸刈りチームの方はあれはオルバスだから佐藤さんですね。佐藤さんのオルバスですね。はい、やっていきましょう。あ下線デミ取りと同じ色だ。そうだね。はいはい。まあ組み合わせ的にはこれオルバスがだいぶあれな組み合わせなんですが、まあ、佐藤さんがねもうガロンやあザベルやってガロンやってオルバスか、結構だからタキャラいろいろ経由して、そうですね、キャラ遍歴がある人ですよね、うん、ここにたどり着いてるっていう、うん、まあ、それぞれなんか面白みが違うキャラを使ってきたなっていうのはまあいろいろ思うところはあるんだろうと思うんですけど、はいはい、まあ、こんな感じでデミトリが横にこう陸上で押されて、前置きすると ね前置きまずいんですよね。前置きすると泡なんだよな。確実にはまっちゃうっていう。まあもちろんそれをねお互いが知った状態での駆け引きの上での前置きだったとは思うんですけどね。そうそう、今ね、とはいえねあのデミトリその場で起きてその重ねてくる技にちゃんと、デモンで返したりとか、うんうんうん、あとはあ重ねてくる技を暴かしたりとか、まあ、デモンでちゃんと返したりとか、その辺の読み合いもいろいろあって、うん、あとバットスピンもあるんで、まあ、抜ける瞬間ゼロではないんですけどだいぶ厳しいという、そういう組み合わせですね。さあサイさんはだいぶ体力減らしてて、おここはちゃんと減らないところで1本取り返して、まあ、まだ五分って感じですけど、そうですね、ただ、まあ、オルバスのゲージがこう3本あるのがだいぶ怖いですね。これまあ置き攻め一発でこう、あでも中央に投げた、これ中央に投げた、あさあ弾いて、あこれがうまくやって、あかじった。さあここからあるぞ。ダークホース使って使って今度は、あそうそれは攻撃してもそうなんだ、そうなっちゃうんだ、サイさんだけどまだ真ん中大丈夫だ、まだはまらないけど体力が風前の灯火、あービターン、最後は投げてビターンと、さあ1本、これで選手したのが、丸刈りチームですね。で対照戦が、番長ガロン対、夏美シャモン、夏美シャモンが 1P 番長ガロンが 2P かな。これちょっと面白い対戦になりそうだな。さあガロンビシャモン、まあガロンがその不能ループでハマんないっていうのはあるんですけど、うん、そう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 、まああとは普通にまあ横押しの殴り合いがどっち強いのかなっていう感じですよね。あ那須さんがアバカがめちゃめちゃうまいんで、その、うん、マンチョさんが多少でも甘えたビーストですとしっかり反撃してくんじゃないかなって気はするんですが、といったところで、何がどうしてフェリシアほどそのガロンのジャンプが前に行かないんで、ビシャモン多分くぐりにくいとは思うんですよね、これ。ああなるほどなるほど。ビシャモンの、まあ、上の後ろに方ってこうくぐってこう後ろからやるっていう、うん、でセーバーってその振り向いた瞬間振り向く方向で、あおっとっと投げピオのやつですね、あれ言ってる間になんかナッサンが行ってどっちなんで、まあ、話ちょっと戻すとその振り向く瞬間でそのガード方向が決まっちゃうんで、うん、でも裏に回って重ねるか重ねちょっと遅く重ねるかで、それで結構その前後のガードを揺さぶれたりするんですけど、はいはい、まあ、そういうのもあって、おお、うまっ取ってきた。斜めビーストからクライムレーザーしっかりしてますね。さあ、ガロン、まあ、もうちょっとゲージ欲しいかなっていうところですけど、あしっかりしてますね、この辺。あーくぐり投げに行ったところ小金固めろで回避。あーこれは痛い。大丈夫か。あーフォローした、なるほど、さすが夏さん上手だな。うわどこ切った今。さあ端っこを攻め切りたい番長さん、クライム拾って打ち入って、ワンチャンスいけないよ、しゃがみしは強いよ、うわ止まれた、止まれちゃきついわ。で番長勝利で対、あこれで、2-0 かな、2-0です、うん、はい 2-0 で勝ちですね。どこと VK にします、うん、じゃあか 1試合目の2試験から、うん、AE だな、2023エボジャパンチームと VK チームですね、はい、まずじゃんけんしてください。いやー夏さん残念だった。
サイさんも惜しかったんだよな、1戦目の方の勝つかなと思ったんですけどね。あー、島瀬さんこんにちは。渡辺さんを見にということで来ましたが、そうですね、これから渡辺さん出ますんでぜひ応援してあげてください。仲良しの渡辺さん出ますよ。さあ 1P2P がじゃんけんで決まったのかな、かな。夏さんがやさぐれながらあの実況席来てくれました。どうですか、じゃあさっきの試合の感想でも聞きますか。どうでした。あ、やってらんねえ。やってらんねえまだ飲んでないですよねあ、ちょっとガロン戦やっとかんとまずいっす。わけわかんないところ蹴られたりしてたけど、まあ斜めビーストからのクライム追い打ちみたいな、それで流れ持ってかれてみたいなのは2回ぐらいあったかな。まあそうっすね。まあそうっすね、夏さんマイク向きのコメントをしてくださいこう 俺がすげえ陰気相手にベラベラ喋ってるみたいになってるじゃないですかいやちょっとあれ、おとといウィル行って、はい、ボコボコにへし折られたんで。マジか、しょうがないですお疲れっす。というわけで 1P がエボジャパン、あ、2023エボジャパンチーム座ったのが西木モリガン、そして 2P 側があれは渡らないサスカッチさんですね。渡らないさんはサスカッチ可愛いって言い続けてるんですけど、マジ腹立つんですけど、どうにかならないですか、あいつ。あらよ、これから可愛くなるんで。あ、ほんと。よし、じゃあ西健さんに期待しましょう。大足で交換してこの後投げる。で、中段行こうとしたところをコパンで止めているが、中段で行ってる。うろろして、アバガしてイエストロフィスト、一旦距離を取る。ソウルフィスト、ソウルフィスト、さあ渡らないさん、どうやって入ってこうみたいな感じになってますけど、いやー、渡辺さんは眼科行った方がいいです。おー、なるほど、ラインしてあげてください。だビッグサミンから台足も届いて、これで渡辺さんのターンになったかと思ったが、西健さん、あ、チャブ台タイプで台足も投げ、台足投げ、わわわわ、中段から小中中コウモリを飛ばしきっていった、渡辺さん、な、ちょっと待って、前置きからの投げられを2回、そのビッグブローなんだ、予測せいですね、あれねなんだって、今のブランチだったんじゃないのこれ裏回って中段、コウモリを飛ばし返した西健さん、中段、あー、ブランチやっと出たけど今度はかじってない。どうする、くぐって投げている、台足、あー、エクサシークライム、おー、たわず飛ばれちゃう、やべえ。おい、ミステリアスアークはガードして、その後、わー、イエスシャドウ来たね、花火が打ち上がる。これは安くない？まあ安かったかな、ビッグブランチ行けたかないやでも、まあとっさのことでね、まあでもやるべきなのか渡らないさんぐらいなら、あ、島瀬さん何回も言ってるんですね、眼科行けって中断、めくりちゃう、あー、めくりキャッツ、どうなんの、イエスソルフィスト、時間を作った、イエスターズ、こっちも時間を作る、五分ですな。これでもこの組み合わせで五分ってことは、西健さんがよほど強いということなんですけど、本当はね、さすがで、あー、中段重なってたかな、今のは。勝ったのは渡辺さん。渡辺さんが辛抱しきった。そうっすね、ただ残ってんのがさ、リネさんなんだよな、このチーム。まあ、向こう3人チームなんで。そうそうそう、大丈夫です。で、座ったのはアニムスさんのデミトリですね。じゃあ、夏さんがメインでちょっと喋ってみてもらおうかな。俺が相の手側になろうかな。やっぱね、猫とデミトリって言ったら夏さんってね、あの、甲子園にも書いてありますからね。これ、あれじゃないですか、さっき、下船屋さんが死ねばいいのに、本当にまあ、苦しい組み合わせですね、本当に。渡らない勝利は明日雪降ります。いやでも仙台今寒いらしいじゃないですか。夏さんメインで喋ってさあ体育から中段走って下段さあこれアドバンシングアドボレの投げですね。ずるくないですか。いやいや、ずるくない。ああ、安いから。まあそうね、安いは安い。さあでもこれ結構追っかけるのめんどくさいんですよね。確かに。うん、上がって、ああ、中段からしっかり。さあ、じゃあ結局対空トイタッチ決めて、まあよく見てる。もうガオスフレア当たってくれって感じで。そうですね、なんかヒットしてくんねえかなみたいな
あんまやってると男子フラッシュとかやってくる。あ、そうそう、噛み合うとそれもらうだけなんですよね。あれも結構リスクがあるって。アニムさんめちゃめちゃ困ってるじゃないですか。あー、さあ通した。これで、いや、落ち着かれてしまう。あと身は全部落とされて、お疲れ様でした。ダンシングラッシュでフィニッシュ。ちょっと待って、結局こうなるよねっていう。さ、これで3人目翔也さんが1-1だから好きな方出していいんですよね。その2人チームの方好きな方出していい、1-1だから。勝って残ってた方のリネさんが出て、3人チームなんで3人目翔也さんがこれできますね。じゃあまあ喋りますが、猫ガロンはさ、まあどっちも相手が有利なみたいなこと言って、まあ結局五分なのかなと俺思ってるんですけど、どうですよ夏さん的に。あ、僕はフェリシア有利だと思います。猫有利、へー。さあ根拠みたいなのすぐパパッと喋れるような根拠あります？なんかアドバンシングガード漏れたときに出る技がガロンあんま良くなくて、あー、なんかフェリシアの中段がガンガン取っちゃうっていう。なるほどねっていう印象があるので猫が有利じゃないかというのが夏さんの見立てですが、さあまずは飛びが取って小中中大決めて問いタッチビーストはなあ、クライムは拾えないが、あ、ダークガロン使ってる。中中、あー画面、あー中中台からローリングで詰めて、この後ビーストだが帰ってきところを中パンチ、あれ4フレームで出ますからね、ほんと勘弁してほしい。ビーストイタッチほらローリングまで入ってコウモリを下げ飛ばしてったリネさん、ジャンプ台パンチ中段が刺さる。ビースト反撃する。あ、中パンチ今のうまいな、あんなんすげえうまいな翔也さん、すげえ。さあピョンピョンして気を伺う、なんかさっきのアニムスさんもこんなありさまになってたけど、意を決して前出て投げて、だが投げている地獄車決めていく。ビスは当たらず、ポップンレイクも強いなあ。アンドさん、猫ガロンは神有利猫有利。まあフィリシアっていうよりはリネさんだからというところもあるのかもしれませんが、ジャンプ台パンチ、あー、とりあえずビスで逃げていって、お、対空のタイミングをずらす斜めビーストですね、あれ。あー、投げに行ったけど暴れちょる。クライムは見られる、チューチュー大。いやー、勝ったリネさん、チームとして勝ったのはエボジャパン、2023エボジャパンですね。次が BC のスカーレット隊対、マルガリーかな。はい、スカーレット隊が 1P で 2P が、マルガリーチーム、ゲサヤンデミトリホエデダ対、佐藤オルバス番長ガノンかな。で、先方が、ゲサヤンデミトリ 1P と、2P が佐藤ガノンですね。さあこれ佐藤さん、ちょっと佐藤ね、ゲサヤンチームちょっと読み間違えた感じかな。多分ガロンとオルバスだったらオルバスとやりたくないですね、ビトリは。ああ、そうですね、控えてるのホエさんジェダなんで。ああ、そうか、ジェダ、ああ、しかもジェダガロンか。あ、そうそうそう、ジェダガロンはね、まあ終わってますよっていう。さあこの横押しがきついけど、まあ切り返してチェーン回復させればまだまだって感じですが、レモンで切っていく。あー、届いた届いた。これね、オルバス追い打ち出ないです。あ、うまい。さあこれ脱出できると大きいんですか。中央に行ってしまって、あー、でもコパンで取り切ってゲージ節約。ニセモン中央なら、中央なら、中央はいいんです。中央は端がね、ちょっと終わるんですよね、この組み合わせ。さあ漏れてしまって、これは安全解除したいが、これはだいぶ厳しい。あーっと、あー、危ね、危ない。ダイヤシだとだいぶ厳しかった。さあ固めて固めて真ん中戻す。佐藤さんダメージ有利で真ん中戻してきますね。で最後は投げて、佐藤さんので、
折れますかが、一勝ということで泡を使わずに封殺した。さあ退場戦が、ホエジェラ対、番長ガノン。まあ、これがねさっき見てた通りジェダの方が判定がものすごく出てしまうのでそこにガロンをブンブン振ってる技が全部引っかかってしまうというからのビーストっていうね ES ビーストでまあスポーンと減ってしまって終わってしまうというかなり悲しい出来事が起こってしまいやすい組み合わせなんですが、まあでもホエさんもその辺ももう匠の人なのでチェーンでダメージ取ってコンボを食らってる番長さんがなんか掛け声かけてたんだなんか叫んでました。コパンで落としてダークコース噛み合ったこれ投げてこれは取れるじゃん。うまいうまいですねやっぱり。さあゲサヤンさんから元気が飛ぶ。さあチェーン最大が入って上が通る。おさあここ取り切りたい。回復させたくないや。あー番長番長さんもうまく回復してる。あーめちゃくちゃ見てるさすがですねホエさん。さあこれで対象戦が、サトールバスとホエジェダですか。これどうなんですかね皆さん。まあガロンに比べれば全然まあガロンに比べればなるほど。まあなんか結構ジェダと相性は良い方かなっていう。なるほど、まあ、こう横しかなんか通りやすい感じは確かにありそうですが、あとあれかダークコースが抜けやすいのかなジェダ。まだあれがそうですね、あの泡ハメに対して泡ハメがダークコースで結構抜けやすいかもしれないですね。かなり機能しますと言ってる間に体力的にはほぼ五分。まあ、やっぱこの組み合わせだいぶアバガの精度とかその辺の要求が高そうですね。さあチェーンが入ってまだほぼ体力的には両方ともワンコンボって感じですが、落として相打ち。さあここは通らない。投げてさあ空中チェーンで取ったのは、ホイジラ。さあ画面端オルバスはあの画面端から逃したくないところですが、あお互いガードが硬い硬い。だいぶなんかホームに1本目の粘りましたがここで取る。さあ泡が出ない。投げて切り返すいい投げ。さあダークホース、お互いダークホース。さあジェダのダークホースも強いんですけどオルバスのダークホースもまたこれ強いですよね。めちゃくちゃ強いですよね。投げてダー追い打ちは届かなかったがその後の中断が早かった。あ画面中央だと投げから追い打ちは入んないのかな。あダメなのか確定しない。なるほど。で勝ったのは、スカーレット隊が、2-1 で勝ちですね。じゃあ次がうちらかな D ですね。夏祭 と、VK、夏美シャモン祭デミトリと、渡らないカッチアニムスデミトリ、ショーヤガロンと。でさっきチーム間違えちゃったんだけど 1-1 で終わったら2人チームは勝った方が出るだよね。うん、うっかりしてた間違えたそれは。うん、はい、じゃあちょっと行ってきます。はい、じゃあゲサヤ戻ってスカーレット隊がスカーレット隊しなかったということでね、これはちょっと文句の方は、ソーツエージェンシーの方に言ってくださいね。しょうがない、効果地球効果できちゃいました無理じゃん。あは番長さん、番長さん来てくれました。あアウトロさんこんにちは。あこんにちは。これワンピーがどっち座った。これワンピー側がですね、あ2人チームの方かな、夏祭チームで奥 2P 側が VK ですね。 3人チームでしたね。はいはい、さあ今1人目誰が出るかみたいな相談してますけれども、3人チームは結構ね3人目誰にするか重要なんですよ。その指名できる可能性を持ってるんで。あ確かにそれを誰にしておくかっていうのはかなり重要で、結構変則的ですよね。まあね、まあまあ今日はちょっとあまりをどうするかということでこういうことで実験的にやってみたんですけど、はいはい、島津屋さん薄い本大量に買ってきた渡らないさん頑張れということで、はい、熱い風評被害渡らないちゃん
ワンピが座ったのは1人目はこれはサイデミさんですね。でもう一人奥が庄屋ガロン、奥が庄屋さんガロン座りましたね。じゃあ番長ちゃん一緒に喋ってみる、メインで俺がにぎやかそう。いや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 、なんかあったしか言えないんでまあでもデミドリガロンってじゃあどうなの。いや地獄ですよね。 まさにこの今食べてる2人の組み合わせ。まあまあそうなんですけど、一応あのデミドリが大きいからあっていうのと、あのあとなんだろう、ノルクじゃないけどそのデモンに反撃がしやすい。そうですね。例えばまあ見てれば ES ビーストも出るし、うんうんうん、空中側どこにも ES ビースト出るし、はいはい、あっとか言ってかじってる、あーかじられて、うん、この後あ、まあ、で今度は変身させ使っていく、ファンサしていきますね。再三その後のサイパンチこれは締めれば最強キャラどうやっつってな今殴りに来ましたけど、あ話し続けそうですいません。あとはそのダッシュとあとあれからバットスピンかな、うん、ちょっと嫌がらせができるんで、うん、あのとりあえずあのデミトリが消えれば前に飛んで大パンチ、うんうん、したらあの斜めデモンは空振るんですよ。そうね。でバットスピンは殴れるんですよ。そうそうなんだよ、そうなんだよ。まあだからそう考えるとガロン有利なんだろうけど、いやいやなんだけど もっていう必要がない、全くもってガロン有利ですよ。起き上がりを一生めくられる投げられるし、あーまあうん、まとわりつき系のデミトリだとかなりガロンは今度はやられることがあることがある。あこのキャラ自体デミトリ自体が結構特殊なキャラで、うんうん、どうしてもそのバンああでも今事なきをなんとか生きた。いい、全然いい、回復しましょう。回復して、まああ、うん、こういうこと言っちゃいけない実況は。いや、まあまあまあ別にこれ聞いては戦ってないと思うんで。中大入ってで、ああおっとああ怖い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 。今小中大を全部繋がらずに打ってますよ。あれは補正機器なんでしょうかね今ブンブンブンってあ今の感じですね。あの、はいはい、前に飛ぶと斜めでも使っちゃう。そうなんだよね。あとはそのなんかビースト入れづらくても ES サマーとかで、うんうんうん、デミドリの行動に割と嫌がらせできちゃう。そうなんだよな。立ち回りはまあガロンでしょうね。ダッシュも強いし。さあ2人目夏さんの方はね、まあ、あ夏さんが座らざるを得ないんですが、 VK の方はさ、これは座ったのはあーみんな待ってました。薄い本を大量に買ってきた渡辺さんじゃないですか。これはもう、もう薄い本の効果に期待するしかない。そうですね、元気になるでしょうね。まあ、選ぶキャラはもちろん元気なキャラ。元気なキャラですね。さすがワッチ。かわいいってずっと本人言ってるんで、俺ずっとやめろって言ってるんですけど。かわいくはないですよ。かわいくないだろ。だから目攻撃色ですよ、赤でやる気ですよこいつ。マジでな。ワンピー側が夏さんのビシャモン、ツーピー側が、渡らないちゃんのサースカッチということで、はい、楽しくなって引き寄せて、キューゾーンから承知、これガードして、さあ詰めてくるガード。あー、まあまあまあこういう風になるけどね。あとは魂、あー飛べない。魂は飛べないよまあ、詳細は細川さんの動画を見てくださいあの一生サスカチがビシャモンの球飛べずに、上手い人が飛べないんだからきっと飛べないんですよ。そうそうそう細川さんで飛べねえってことはね、飛べねえんだよ。格闘ゲームで球を垂直に飛べないでどういうことだ。垂直ですね、やばくないですかそんなことはもう、ああ球技が飛べられて、飛ばれて、飛べられてなんだい。で、あ、上見てる上見てる、怖い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 。で、あーくぐってる、危ない、くぐってる。もう6スポ前飛びもよる。あーでもケツめくり中間ね。あるぞあるぞあるぞ、あるぞあるぞあるぞ。ちょっと待って、最後なんでその場キックにしたんだ。なんで、おー大足長。これは眼科に行く必要が。食べたぞー。あー普通のチェーン、まあ普通のチェーンかダブルアップかの2択だったと思いますね。まあどこ選んでもまあさすがに強いと思う。減りすぎでしょ。ずっと攻め継続してもいいし。あ、今度気づいたらゴブだ。おっさんがすげえうまそうにやってんのにゴブになってる。俺が可愛さか、可愛いは正義なのか。可愛いとは言ったんだ。あーやりきった。グッバイ可愛い。帰れと。さあ勝ったな、ナオツさん。さあこれで残りが11状態。11状態なんですよ、これ。11状態で3人目出てくるのはニュースさんのデミトリで、勝ってたので、夏さん残りで、うん、はいはいはい、まあ、可愛いって言ってる人は真面目に眼科推奨です。あの始末屋さんがとにかく渡らないさんへのヘイトがすごいですね。まだ薄い本読んでなかったからパワーが足りない。あ今すぐトイレ行ってほしいですね。あそれであの店員さんに怒られそうなんでやめていこうにワンピー側が夏さんのビシャモンで、ツーピー側がアニムスさんのデミトリ。この戦いもね、デミトリ側がかなり厳しいということで。あ、そうなんですなってる。うん、ただからまあ最強キャラじゃんマジでさ。あー、この足こどうする。あー、デモンクレードル見られて、あー、うまいな。あー、ホームラン打たれて、そして魂投げられて、おしまいだよ。まあ一応不能ループも入るんで、はいはい、うん、まあ、端っこでこけると俺的にはもうあのとりあえず戒名を頼むって言い出すんですけども、これ居合とかどうするんですか。
いや、今、まあ、4でデモンが当たれば最高系だし、はいはいはい、それ以外もうガードするしかない。なるほど。アバガシで押していければって、あ、うん、大体あれでもう押し返されて終わりです。はいはい。でも今のはそう。あ、そうだ、こいつ、カダラに神経通ってるんでしたね。そうですね。あ、おー、裏から塩プレッシャー、塩プレッシャー、あー、そして投げられてきてる。切り捨てられて、あー、魂食らって。切り捨てられて、キエンさんで。上から行ったか、はい、あー、そこに直らせに行った。どうなる、どうなる、回復しようぜ、アニムスさん。いや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 本当はそんなこと実況言っちゃう。そうそう、こういう感じで居合はね、おー、かっこいい、うまい。そう、来た、あー、返されて、ね、どうなる、ドキドキする、ドキドキする、ドキドキする。おー、ゼロ ES でもうまいことやってるのに全然減らない、ゼロ ES。 もっと減ってなかった。もっと減ってない。あれ、すげー苦労する技なのに。全部当たればいっぱい減るんでね。まあね、全部当たれば8ヒットとかで結構減るんですけど、まあまあ、今 3とかだったんで。あー、あぶねー、死んでた。おー、モブルで蹴って、あー、刺されて、これで勝ったのはナッサイですね。ナッサイですね。おめでとうございます。2-1扱いなのかな、これで、うん、2-1でナッサイの勝ちですね。よし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 。どこやろうかな。 AC、2023エボジャパン対丸刈り、じゃんけんして 1P2P 決めてね。さあ、2で西健と番長佐藤かな、うん、さあ、イムスさん戻ってまいりましたが、毘沙門戦どうでしたか。いやー、まあ辛いっすよね。だよね。まあでもね、端の歩の食らわなければ結構、まあ、横押しはお金かけなければ楽しいです。はい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 、お金かかるとちょっと辛いですね。まあ始末屋さんが言ってくれてますよ。デミトリはゲージ4本で10割通するかもちょやれるか。それができるのはあなたとかシュウさんとかそういう人です。そうそうそう、そういうコンボマニアみたいな人です。あ、渡辺さんあれですよ、薄いホームパワーで頑張るみたいなこと、始末屋さんが。あと眼界蹴って、いやー、なんかちょっと怒られない、あれ怒られない範囲のコメント今考えて、何とりあえずまた買ってもらえるということで間違えちゃうにしてるんだ。そうです、首相なコメントでした。あ、オッケーオッケー、はい。あ、チーム同士の揉み事だったみたいなんで、チーム同士で解決してもらいました。はい。で、先頭が、西健モリガン対、佐藤オルバスですね。こうオルバスモリガンってどうなんですか。いや、はまらないから、モリガンが結構ね、この組み合わせまだいけるみたいな。ゲージがあればはまらない。そうそうそう、はいはいはい、バルキリターンですよね。絶対にはまらないので、ゲージがあれば、っていうのはなんかいいっていうのは聞いたことがありますね。まあとはいえね、とはいえ、やっぱりとはいえなんで、とはいえ、まあキャラ性能的に結構厳しいものはあるとは思うので、シャドウとかジャンプ中パンチで潰されてたりしますからね。、うん、さあ、そうこう言ってる時点でも、ね、波に取ってるの西健さんですね。そうね。ただ今南浦和にお魚が、あ、なんか当たってるんだけど、フィニッシングシャワー、どうした、唐突なフィニッシングシャワー、魚だからやっぱ水でシャワーを浴びたいのか。どういうことなの。そういう生ぐらいしてたぞ今。さあ、アバガが早かったの。まあでも多分ガードしても終わってたような気がしますね。ああ、なるほどね。じゃあダークホース打とうとしたとかそういう感じかな、かもしれないです、うん。まあでもダークホースを食らうのかな、結局ダメージ。そうなんですよね、うん、結局はね、まあ意思が行ってないと詰めるような気はしますけど、一瞬の無敵の後は普通に食らうだけですからね。さあ、倉庫行ってるうちに西健さんまだ一本目で粘ってダメージ稼いでる。なんとか逃げたいとこです。ああ、来たぞ。佐藤さんが画面端、ビタン、あ、これはビタンビタンでちゃんとダメージ取って一本ちゃんと取り切りましたね。さあ、コパン落として画面端、ここを逃がしたくないのオルバスですが、音波ガードさして ES ソルフィストガードから、あ、くぐった、おっと、うまく切り替えた。さあ、打ち上がって、これはでかいのが入る。さあ、コパン早いのは佐藤さん、泡入って、入って、あ、ちゃんとチェーンで倒しきる。結局は泡が入ったら勝てると、まあそりゃね、いう感じでしたね。さあ、1本リードしたのは、丸刈りチーム。これで対象戦が、リネフェリシア対、番長カノンですね。うん、あ、すみません、ちょっとチーム名がなんか画面の表示間違ったみたいで失礼しました。はい。さあ、今、リネシンが精神統一を行っている状態です。さあ、筐体を叩かない。筐体叩くのは出禁になるんでちょっと気をつけてくださいね。はい。さあ、気を取り直して試合の方は 1P 側、リネシン・フェリシア、2P が頑丈バロン。
なんか今日はそこここでこんな組み合わせを見てるような気がしますが、やっぱガノンが多いので、うん、多いというか、まあ、2人か2人いるんで、まあ、よく見るのと、そして総当たりだから登場回数が多いみたいな。ちょっと待って、デミトリさんにいるよ、内緒よどんどん死んでるとか内緒よ全部死んでるって内緒だけどはい、さあ、しかし番長ガノンがだいぶ効率よくダメージ取ってますね、これは。そうですね、こうなると結構ヒットアンドアウェイを徹底してやってますけどね、うん、番長ちゃん。こうなると結構ヘリシアも無理しなきゃいけないので大変そうですが、うん、さあ中盤落としてリースト突き抜けたが、そこの追い打ち、チェーン追い打ちで、ヘリ切った、ヘリ切ったか、取り切った。あの辺のダメージ計算がね、ちゃんとする。あーっと危ない危ない、宇宙開発に行ってしまった危ない危ない、あれ目の前に落ちると、神ですからね。神の目の前に落ちるってことはどうなるかっていう話です。チェーンから ES ローリングとか確定しますからね。いや、チェーンとかね、これまずいんじゃね。さあ、あー一番でかいのが入る。さすが、これは見逃さない。ダイヤシ、あーバズった、バズった、バズったんかっていうぐらいのクライムが出ましたね。ビーストで、ああ落とす、帰っていくのも許さない、落とす、あれを。マジかよ、しかもしゃがみダイヤシだったかな今の、すごかったな。あーどうなんの、あー当たったかかった、なんとかなれが、なんとかなりつつある。さあガロン、まだもう一ゲージどうすんの、あーまだ危ねえ、危ねえ、ゲージなくなっちゃったか。さあってこれで、あー相打ち、帰りを許さない、しゃがみ中パンチ。そしてリネシーはさすがにちゃんと回復してる。あーで、さら投げた、投げて、上残ってる、あー削り切った。しゃがみ中はしっかりビーストで削り切って勝ったのは番長さん、そしてチームとして勝ったのは、丸刈りチーム勝ちですね。2-0 で丸刈りチーム勝ち。なるほど、 2-0 で丸刈りでした。ビートで、はい、スカーレット隊と夏祭ですね、はい、仕事した。これで混戦の手を要してきましたね。だいぶこれで全勝チームがなくなった。 A チームが今 A の2023 EVOS ジャパンチームが2勝1敗で、 B のスカーレット隊が1勝1敗、で丸刈りチームも2勝1敗で、夏祭が1勝1敗で VK が、2敗という形で並んでます。まあ、どのチームもまだちょっとどういう捕地になるかでもう優勝変わりそうなので、だいぶ混戦ですね。 E がちょっと、うん、な、まあそうですね、並んだら決定戦とか、まあ、あとは星計算してどうするかとか、その辺はちょっと考えましょう。さあ、配信の方は、HP 側が夏祭、2P 側が、スカーレット隊ということで、あ、先方戦がな、1P が夏美シャモン、あ、夏美シャモン、夏美シャモンじゃない、サイデミトリですね。サイデミトリで、2P 側が、ゲサイアンデミトリ。デミトリ同キャラです。あー、なんか、キャラを、色変えてきましたね。そうか、2人とも同じ色なんですね、これ。同じ色なんで、ゲサイアンさんが、ダークカラーの方を選択していきました。デビトリ同キャラね、まあ、なんというか、どんなに頑張ってもデボン当たった方が勝つんで、まあちょっと、パチンコみたいな感じで見ていきましょう。さあ、中足、丁寧にやっているサイデミトリ。あーっと、これは、厳しいのが入って、で、これ見られちゃったら、あー、何やってるの何やってるのサイさん、確定取らないでゲージ増やして、それで取ってる。すごいよ。さあ1本取っていったのはサイデミトリ。さあサイさんがいい感じでダメージを取っていて、あーちょっと今のチェーンは痛かったかな。斜めが当たる、ダイヤスちゃんとしてる。この辺は ES 引っ掛けて、さあゲサイアンさんはちょっとここから2ゲージだとまだ心もとないので、もうちょっと溜めていきたいとこですが、上が通って取り返すゲサヤン。ダイヤシもう一回ちゃんと加算してる。ちょっとずらすぎ、多分プレジャー出なかったですね今の。うんといろいろあって、おーっとイエスを返す。さあ出入りが激しいデビトリ同キャラ。
ダイヤスこかして、さあここワンチャン、いろいろあった、さあ双方虫の息 でも一発で決まりそう、あー最後は沖の玉に引っかかって勝ったのはサイデミドリー。いやまあ序盤の展開からすると再三かなと思ったんですけど、ゲサヤンさん一気に結構取り返していったんですが、結局再三と。さあ対照戦が、ホエジェラ 2P に対してワンピーガンが夏美シャモン、これもなかなかちょっと残酷な組み合わせかもしれませんが、どうなんだろうな。でも中西さんと柴田屋さんががっつりやったことってありましたっけ。さあダメージ取ってるのは、夏美さん、あー一気に取ってった、ほぼパーフェクトペース、チェーン入って、さあホエさんどうやって立て直すか、さあこうかやってるだけで勝手にミシャモンのゲージが溜まってて大変なことになりますが、しかしホエさんも少しずつ追い上げている。さあチェーンから取り切って、さあほぼ五分に戻していったかな。この画面はじめついがダークフォースで切り返して、さあワンチャンス、あーっと最強攻撃力、画面端ここを大事にしたい、チェーンちゃんと決めて、さあずらしが入ってトガマネ、あートガニャって ES ノイスだった、勝ったのは夏美シャモン。ということでこれ 2-0 で夏祭が勝ちですね。さあ本当に混戦マジで分かんなくなってきた。2勝1敗がね3チーム。マジか。うん。まあどこだろうな。うん。そうかな、 BC かな。丸刈り対、VK いきます。あーきつかった、ホエさんうまかったんだけどな。俺再三のあの斜めデモンと俺のデモンのタイミングが全部合ってしまったのがほんときつかったな。まあデミトリデミトリはなりがちなんだよね。途中で僕は判定に怒ってましたからね、自分もデミトリなのに。いやーでも夏さんが今すげえ丁寧に超頑張ってたな。多分ですけどファイコレ杯の予選で当たった時にエーパーを決められたのが頭をよぎったんだと思うんですが、あ、夏さん来た、じゃあせいぜい感想でもどうですか、ホエさん戦。ダークホースでなんかボコボコ食らった時に、確かにダークホースでもホエさんがミスってくれてたからみたいなのがありましたよね、あれね。なんかあ死んでたなっていう、そうそうそう、あ死、俺も取ったなと思って見てたんだけど、あ、ミスってると思って、つかねえな、うん、危なかった。お前夏さん視点で言えば危なかなり危なかったという感じではありましたが、運が良かったっす。まあ、ホエさん首かしげてましたからね。あれみたいになってましたよ。俺も首かしげた。あれみたいな。一応勝ったけど。内容的には死んでいたのはみたいな。まあ 1P 側がこれは、VK、2P 側で丸刈りですね。さあ誰が出てくるのかといったところですか。さあ座りまして、ワンピーが座ったのは翔也さんのガロン、ツーピーが座ったのが番長さんのガロン。どっちでもいいよ、こんな組み合わせ。同キャラか。うん、同キャラですね。ダークガロンとの方が翔也さんで、オレンジ色のガロンの方が、番長さんですね。あれしょ、当たるもハッキー、当たらでもハッキーのビーストが、どっちか当たって交通事故でお疲れ様でしたみたいな、そういう感じでしょ。まあ当たったら勝ちません。さあさあ、距離を取って、様子を見合う2人だが、振ってる技の性能は同じなので、まあタイミング次第。さあ投げて端っこ来て入れ替わったぞ、少々中大クライムレイザー投げて地獄車どうする、うろうろして空対空強いよ。さあ投げている翔也さん、さあここ少々中大からどうする、ぴょんぴょんして、おー7ビース当たる。一応リードを取ったのは番長さんの方ですけど、まあガロンだからねという感じ。中足ビスを一旦当てて帰っていく、あれに対してコパンとかでね押し置きできるとこうちょっと嫌な感じになるんですけどっていうところですね。
あービーストゴリ押ししたのをクライムレーザーでお出迎え、投げてスイジャンだがそこにはいない、こっちもスイジャンしてるよと言えば番長さん小中まだ五分だなこの二人めっちゃ様子見、そして中段が刺さる、コウモリを先に飛ばしていった、バチャーダークホース、いやこれでイエスビーストだがこれはガードしている、あー中足ビースト最後当たってないが裏回ってガードしている、投げてチューチュービーストで一旦抜ける、回復する時間を作りたい、翔平さんが空対空で落としてコウモリを飛ばし返して投げている、超中中あビーストの何か相打ちでビーストで突き抜ける、回復する時間も作る番長さん、あ今対空潰されましたね、ビーストでご利用したところをクライムレーザー超ビースト帰ってきてミラージュボディ、ああどうなんだこれ、あービーストでご利用し、よく見てたな、そんなことだろうと思ったぜ、勝ったのは番長さん、さあ次座ったのはアニムスさんのデミトリですね、あれ、はるか佐藤さんですよ、あれ、番長さん、番長さん早稲田式です、レギュレーションは守ってください、よかった、そうそうやりたがり、この試合は夏さんがメインで喋ってくれるそうです、まあどの道なんかデミトリ的にはきつい組み合わせなのか、今日はデミトリ3人いるんだけど大体きつい組み合わせですね、どこもかしこも、さあお互い慎重、さあなんかデミトリうまくジャンプで乗っかかりたいんですけど、オルバスのダッシュも性能いいんでなかなか捕まんないっすね、そうなんですよね、さあデモンには手を出さない、当ててさあ当てるデモン、オルバスが押し込んでくる、これはさあ取られてしまった、そして画面端、さあ画面端は絶対崩れてはいけない、やばいこれはまずいんじゃないか、大丈夫か、あー切り返した、さあしのぎ切った、さあ長いライアシダークホース入れ替わった、ああやる、かなり減ったぞ、減ったけど、あ抜けた、結構一か八かでしたけど今のは、さあ出回して、さあオルバスの出しコッパンが強すぎる、あーデモン打ってる、さあ打たせて、あー折れずにデモンあるか、クレジャー通してあさあ端から脱出、届いた、アニムスさん取ってきましたね、これで 1-1 なんで、そうですね、好きな方が座っていいのかな、あ勝った方か、じゃあ番長さんか、渡らないさんが残ってますね、ちょっと待って、毛玉対狼っつうか犬、うん、どっちも可愛くねえよはいよやれ、ワンピーが渡らないさんのサスカチ、ツーピーが番長さんのガーロン、まあなんか本当にモフモフ同士でね、パッと見、おなんかもふった感じで可愛いのかなと思いきや全くそんなことはないっていう、あ台足ガードして、しかもアバガモしている、番長さん超うめえな、中央、あ台足届いて中段から小中中大で詰めてくるか、バックジャンプ、今のは上手、番長さん台足、ベーパーフラッシュですね、さあ上からいって、いやー中足ビスは繋がらなかった、帰ってきて小中中大、渡辺さん決めて中パンチ、あーレイジングハック投げられる位置にはいない、渡らないさん、5番中大台足、あーイエスダウス、ずるくねえか、まあガロン相手だしいいか、そう一旦距離を取って、渡らないさんとしてはリードを確定させたというところ、小中中大もう半分以上減っている、引きずり下ろし、あーダッシュ中足も強いぞ、あれビースト3つ目から入る、コウモリを飛ばし返した番長さん、
上から行って投げてもうゴムだ。あーできる。うまい。すごいですね、モーメントスライス。あ、今度は気持ちよくなっている。あいつまた入るんじゃないかと思って打ってましたね。もう入れ込んでる。番長さん、要練習。中足ビーストでやっていった、勝ったな番長さん。というわけで勝、そうですね、丸刈りが勝利ですね。 2-1 扱いになるんです。まあ 2-1 ですね、そしたら 2-1 扱いで。さあ次どこやろうか。スカーレット対対 VK ですね。俺とアニムスさんが出ちゃうんで、夏さんと誰かにお願いしたい。しょうがねえな。お願いします、西健大先生。はい、ちょっとね、下山さんとかがね、大会の試合に出るので西健がちょっとだけ変わるんですけど、夏さん頼みになりますね。なんでだよ。よろしくお願いします。はい、連戦ですけども、はい、スカーレットチームと、VK、 いい名前ですね。 VK ですよ、かっこいいですね。 VK ダルクアンシェルみたいですね。さあ結構トーナメント表を見るとちょっともつれてる感じがしますね。なっちゃんとこが、夏さんのとこが 2-1 か、いっぱいしてる。はい、さあお互い準備が済んだら座ってもらえると助かります。あ、ちなみに VK チームが、あ、3人チームですね。そうですね、このルールだと結構3人チーム強い気がしますね。さあスカーレット隊は、ゲサヤンさんのデミトリと小江さんのジェダチームですね。とワンピーが翔也さん、続きが小江さんのジェダですね。はあ、じゃあちょっと試合内容はなっちゃん、よろしくお願いします。これオーダーでは読み勝ってる組み合わせだと思います。ガロンがめちゃくちゃ有利って。しかし小江さんが主導権を握っている。めちゃくちゃリードしてるぞ。さあずらして、さあ引きずり押し、投げ返してる画面端。さあとりあえずセイガ回復、中段落として裏にいる。さあまず1本保衛さんが取ってる、確定取って、これは、あ、中段が通る。うまいですね保衛さん、あっという間。さあジェダの教科書と言われる保衛ジェダ。さあスカーレット隊がまずは一勝、次に座るのがスカーレット隊、これでゲサヤンさんのデミトリですね。対して VK が、アニムさんのデミトリ、デミトリデミトリじゃないですか、ナスさんこれ。アニムさんめちゃくちゃ嫌がってますこれ。さあ魂と魂のぶつかり同キャラ対決。さあ落として、さあ、さあちなみにワンピーガーがアニムスさんのデミトリスね、水色っぽいやつ。さあスーピーガーがゲサヤンさんですね。さあデーモン、デーモン。さあ、さあた画面外のヤジの飛ばし合いが面白いですね。あのお互いがお互いのデモンクレードに文句言ってるっていう。そうですね。さあ口プレイも大事な戦いの一つ。さあ1本取ってるのはこれ、どっちだ、アニムスさんじゃねえや、ゲサヤンか。さあ大吉、足から脱出。あうまいですね今の勝利。いや確定めちゃくちゃ遅かった。さあフリーメックプレジャー、あー食べる、まだのこれ。さあデモンで
止まれた、あぶれ、トレジャーでフォロー、さあスレアで止めて、さあ相打ち、さあ面白い、最後はこの技ですよ、デモンクレードル、さあスカーレット隊が 2-0 だ、いやー同キャラ対決は面白いですねやってる方はきついが見てる方は面白い非常に盛り上がりましたね、画面内画面外ともに盛り上がりましたね今の、これだとこれで3、さあ3人チームがいる都合上なんですけども、はい、1試合勝負で、VK チームが渡らない差のサスカッチが座って、スカーレット隊チームがまだ決まってないかな、ああ指名してホエさん、なるほど指名してホエさん、さあどさあ仲間内からも指名が入ったスカーレットチーム、座るのはホエジェだ、対するは渡らないサスカッチ、東北のプレイヤーですね、さあクソほど中断、いやもうなんか消化試合だから背負うものが何にもないっていう、さあ背負うものがないサスカッチは強いぞ、このサスカッチこういうサスカッチはやばいっす、やばいねこれはさあ伸び伸び動く渡らないカッチ、待て待て待てと言ってるが、さあホエさんこれでようやく橋から脱出、さあなぜか試合中に待って待って待ってと相手に許しを懇願してましたね、さあブランチ見えたけど何も問題ない、何も背負ってない、落としてゲドン、あゲドン暴れる、さあ渡らないカッチは島津屋さんでやってるんでね、これは負けられないでしょう、対するホエさんも指名を受けて座ったので負けられない、さあこれは投げてゲーダン、さあ勝利したのは渡らないカッチ、はい、これで、スカーレット隊の勝利が 2-1 ですね、あの3人チームと戦ってるので、代表戦しましょうか、並んだら、今、エボジャパン、あ2023エボジャパンリレー試験チームが2勝1敗だと1勝残し1試合残しで、夏祭も2勝1敗だと1試合残しで、ここが最終戦になります、はい、でこれで、勝った方が、3-1 で丸刈りチームと並ぶので、最後それ代表戦やって決めるという形にします、ほうほうほう、なるほどね、2023エボジャパン対夏祭、とりあえずそれでワンピース、これが、リーグ戦最終試合なんで、これ勝った方が、うん、レイナさんだ丸刈りと並ぶんで、丸刈りの代表者とワンオンワンやって終わりと、あ、ハマハマさん5000円ありがとうございます、はい、うん、はい、ということで、スカーレット隊 と、VK チームはもう脱落っていう感じですね、そうなんだ、頑張ったのになあ、そうか、アニムさんすいません、お疲れ様です、お疲れ様です、まあね、ああいう風になりますよね、しょうがないです、あなんかお、レイラさんからお土産が皆さんにいただきました、これはまあちょっと開ける、もう開ける、了解了解了解、じゃあ、さあワンピースピー決まりました、はい、ワンピースピー決まってない、まだニータじゃんけんしてる、じゃんけんの呼吸がナツちゃんと、リネシンで全く合いませんで、これがビシャモンと、フェリシア、さあ 1P 側が、夏祭、2P 側が、2023エボジャパンチーム、大山ニュートンお越しの皆様へお知らせです、レイラデミトリさんからお土産が今運営席の方にありますので、ぜひ皆さんお菓子いただいてあげてください、セーバー勢だけじゃなくてバーチャ勢の方もどうぞ、ぜひ、はい、バーチャ勢の方でもサード勢の方でも X 勢の方でも、はい、グラディウス勢の方でも何でもぜひ、仙台方面から来た方がお土産入れ、はい、差し入れてくれたん でよろしくお願いします、ぜひどうぞ、さあ先方決まったらじゃあ座っちゃってくださいね。
しかもカッチンとこだりもあまり気持ちよくないものと、あまり気持ちよくない。さあ先方が、1P 側サイデミトリーで 2P 側がリネシンかな、リネさんが座ってそうかな。そうですね、今精神統一中ですね、うん、神との接続を今捨ててますね。いやマジで、ね、今日何度かデミトリフェリシア見てますけどマジできついですよね。アニムさんも超苦労してる。いやまあしょうがないですね、まあそういうキャラ選んじゃってるんでもしょうがないですよ。さあ斉さんが、しかしまあ斉さんもあの言い方ですけど自己ズラ成立はすごい高いプレイヤーなので、どっかでなんか謎のプレイをして引っ掛けて殺していくっていうそういうプレイを期待したいところですけど、まあただそのリネさんの処理能力が非常に高いので、デミトリこう画面端行ってしまうともう何もせずにダメージ食らうっていう状況がどうしても多くなってしまう、はいはいはい、あ、さあ海外のお客様です、ミックスはいません。 Today's competition release players nothing. Nothing. Sorry. Sorry, release nothing. 適当なイングリッシュで一応返信しておきつつ、はい、あしかしこれのプレイヤーもだいぶな数がそんな多くないのかな今関東は。そうですね、関東首都圏だとまあ、キムさん、リリーさん、あとジェフ君ぐらいかな、うん、今まだ現役キムさんが来てないし、うん、みたいな感じですよね。さあ、あのいい勝負してるのかと思いきや、もうコモリ1本の差がついている。小中で決めて、追いつかいって、プレジャー穴が飛んでいる。逃したくないんですが、もうリデシンの逃げ方が、まあ、うん、だいぶ仕上がってるので。そりゃもう、リネさんですから、神がかっているってなもんですよ。ですね。さあ、これも反撃しっかりしてる。さあ、サイさん、ちょっとゲージ欲しいとこですが、リネさん、ゲージ使ってないですね、まったく。そう、7本ってあーた。まあだから、立ち回りでいかに、あのワンパンワンパンで処理してってるかって話ですよね。そう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 、コンボ決めないで。リネさん、コンボにはちゃんとゲージ入ってくるので。確かに。あー、こういうとこですね。はい。減りそうだが、あー、残った。あれ、飛び立つなかった。あ、飛び立つね、あれ、前的に入んないです。なるほど。うん、ということで、まずはリネシンが1本選手。これで、2023エボジャパンが一応リーチですね。なるほどなるほど。さあ西健さんとナッツビシャモン、ビシャモン対モリガン。これでもどういう勝ち方しても並ぶのか、うん、いやもう勝ちしか見ないです。あ、それが見ない、うん、了解。星は見ないです。了解。じゃあ西健さんはこれ勝って決定戦に持ち込みたいところってところですね。そうですね、はいはい、しかしまあビシャモンモリガンというなかなかちょっと厳しい組み合わせが。さあ西健さん、ここを決めてしまえるのか。取り返して、厳しいなモリガンは。厳しい。そうか、客先解説の恨みがあるのかな。客先解説であのいかにベリシアがみたいな話をナスさんがしてたんで、うん、客先は100試合か。シャドウブレード当たって、その後のソルフィストはガード。てか、そこそこ時間経ったのにまだ体力ゲージがほぼ動いてない。動いてないんですが、ゲージがちょっと、まあ、ビシャモンが圧倒的に溜まる、ね。まあ、2本目が溜まりそうなところ、はい、あ、溜まりましたね。さあこの画面端だいぶ厳しいが、入れっぱ防止こうすっていく。まあ、しかし、まあ、ワンコンボ入った時のダメージ効率がもう全然違いますからね、このキャラ。確かに。さあ画面端、ずっと画面端維持してるなっちゃんでしたが、中央戻って入れ替わる。もう夏先生のゲージが4本なんですよね。さあちょっととかでなかったかな。投げて、しかし西健さん体力リード取ってる。このまま行きたいとこですが、いやー厳しい。まあどこかで捕まる可能性は高い。五分に見えるかもしれませんが、これ夏さん有利です。火力がどうしてもね、うん、あ、でもいいチェーン入りましたよ。これガード、ダークネス吐いて。そもそも西健さんがダークネス吐くってのが珍しいんですけどね。まあ、空中から結構爆撃は、まあ、時々やりますけど、うん、さあ西健さん、下段チェーン入った。しかし痛い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 。上から行って、そう、魂が当たらねえっていうのはまあ一個いいとこですけど、しゃがんでればね。投げて、おうおう、切り返してる。
さあ時間がない、時間がない がない。これは西健さん逃げ切れるか、逃げ切れるか。何コートとか言わないけど時間がないぞ。まさかこれは。さあ最後すげえよく勝った、逃げ切りましたね、プラン通りって感じですね。さあこれで西健さん勝って 2-0 で、2023エボジャパンチーム勝って3勝になりました。丸刈りとじゃあということで最後決定戦、丸刈りと2023エボジャパンですねの代表者、うん、代表者1人で最後決めてください。 2-2 じゃなくて代表者の1-1で、代表者誰が出るかも決めてほしいし、筐体のじゃんけんもしてね。はい、1P2P まず決めて、でもう命を託す片割れを決めて座っていただくと。レイラさんのお土産いただこう。いや別に西健さん出てもいいんですよ、西健さん。おっとさすがにリネシン対番長さんですね。 1P 側リネシン、 2P 側が番長ガロン。さあ優勝決定戦、リネシン対番長ガロン、行ってみましょう。ウェーイ、やっていくぞーい。さあ魂の一先、まるで闘技、まるで闘技ライクは闘技、ワンピーガーリネさんのフェリシア、ツーピーガーが番長さんのガロン、まずは駒投げ決めている。アバが小足にしっかりしてますね。まあ言うてでもね、番長さんも二名さんが結構引いてるには引いてるはずなので。さあ引きずり下ろし、カラフルもう一回行って投げて、うわー、じゃあ上大パンチ、上も見ている、パイクしっかりしてますね。あ、序盤に上見てるぜアピールしておこいた方が、今のしゃがみ中ピン見ました、今のしゃがみ中ピン見ました。俺もなんか喋りながらおやおやってまあすごかったです ね、 ねえ。さあ上から行ってるリネさん、しかし体力リードは番長、投げてる、投げて抜けてはいるが、入れ替わってビーストで帰ろうとしたところ、やっぱりシャミシューパンチ、そしてネコクレードル、これがきつい、イエストイタッチ、おお中断仕掛けようとしたところイエスクライム、あの技無敵ないです。そうなんだよね、あの技無敵ないです。なんかなんだろう、サマーソルトみたいな感じなんですけど、無敵なしです、信じて振るしかない。さあ小森先に飛ばしているのは、ね、リネさんだが、バンジョーさん追いかける展開になると厳しいかと思ったけど追いかけてる、結構大変なことになった。いやー中パンチ強いね、中足も強いね。リネさんとしては何とかこのコウモリを守りつつちょっとでも殴れればといったところですが、番長は早いとここれ飛ばしちゃいたいところなんですが、シャミ中パンチ強いよ、あーこれです、痛い最大ちゃんと入れて、あー終わった、中大、最後は中大ということで、優勝は2023エボジャパンリネフェリシア西健モリガンでした。おめでとうございます。はい、じゃあちょっと優勝者コメントもらいましょうか。優勝チームはい、じゃあちょっとコメントお願いします。じゃあ西健さんから、はい、ここまで見ていただいてありがとうございます。見事大山ニュートン2オン2を制した、2023年エボジャパンチームの西健です。ありがとうございます。さあまさか優勝できると思わなかったんですけども、弱かった僕も、毎週火曜日ね、ヴァンパイアセーバー定例対戦会を南浦ビッグワンでやってここまで強くなりました。ありがとうございます。強くなりますからビッグワンに行こうよ。はい、じゃあリネさん、見てくれた方ありがとうございます。そうですね、番長に1回負けてすごい悔しいんでちょっと100先選びたいと思います。これから100試合、ありがとうございました。お疲れ様です。